延伸し、ペトロジャルカ外区と北岸の旧市外区などとの直結を果たした DPB ブラチスラバシデンスロバキアの都市交通は、スロバキアの都市における都市公共交通機関について述べる。スロバキアにおいては2都市で路面電車が5都市でトロリーバスが運行されているほか、多くの都市で路線バスが運行されている。スロバキアで唯一の都市近郊電車線である、 DPMK 古市勢、急行線プレ少子交通企業株式会社のトロリーバス専用ロバスが運行するスピッシュスカーノバーベス市内の路線バス路面電車はブラチスラバシと個室市で運行されており、トロリーバスやバスとともに市街地の公共交通網を形成している。国内最大の路線網を持つブラチスラバシ電は狂気で輸送力不足が課題となっているものの、 都市交通の主観を担っており、2016年には市街地中心部からドナウ川を挟んだ巨大団地が広がるペトルジャルカ外区を路面電車で結ぶ新線運営も行っている。古市瀬市電は近郊電車線の古市瀬急行線が市街地中心部と郊外の東スロバキア製鉄所、国営会社や近郊集落を結ぶ重要な交通機関となっている。 トロリーバスは、ブラチスラバ、コシツエのほか、ジリナ市、プレショー市、バンスカービストリツァ市の3市で運行されている。ニトラ市やトルナバ市など他の規模の大きな都市では、連接バスを含む路線バス網のみが運行されている。その他人口が5万人を下回る、各省都市にあっては、地元のスロバキアバス交通などが路線バスを運行している。 グラチスラバ県トルナバ県トレンチーン県に、トラ県、ジリナ県、バンスカービストリザ県、プレショウ県、コシテ県。ありがとうございます。